はい皆さん、こんばんはディ、デアの脈をゲイグタクです。ゲイグタクチャンネル通算放送回数699回目。あと1回で700回達成いたします。はいというわけで、今回はいよいよ申し込んで、来週の月曜日後にはもう済ませて、えー、婚活鶴岡コンシェルジュ、ついにデビューする予定です。はいオ、まあ、岡で始まる新たな恋、はい対象は20歳以上の男女独身の方、 はい。すいません。テレビーついたので、一回消します。はい。費用は無料です。ただし、飲食代代券の参加費は各自負担で、はい。登録は、提出して2年間。引き続きの場合は更新可能、はい。長いとしては、まずは郵送 OK です。あとは、まあ、いろいろ書いて、そして連絡、プロフィール、 そして、相手探し、情報懇願会月1回開催です。そして最後に、カップル成立、そして交際スタート、ご成婚なこご遠くやれていろいろ注意点あるので、はい。こ、はい、やります。私は年内、年内とか来年には早く結婚できるよう頑張りマーティンです。はい。 そのためには、まずは、自分を磨くことを大切と、あとは、まあ、アピール、そして、何より積極性を大事に、そして、嘘でも自信を持つように、というような感じで、頑張りマーティンです。はい。ご視聴ありがとうございました。ちなみに今日行ってきて、また、あの、なんだろう、三浦、三浦さん、同じ名前の三浦さんにお会いしました。その方は確か、えー、グッドラックカフェの作っている方でございまして、はい。 えー、夜しか営業してないですけども、ぜひ夜行きたいなと思います、5時頃、はい。時間あればもちろん行,行く予定でいます。はい。<laughs> というわけで以上です。それじゃあバイバイ。